と報じました。事の発端は年末発売の週刊新潮が報じた桂文枝さんの2度目の不倫疑惑。一昨年2月、演歌歌手紫苑さんとの20年に及ぶ不倫疑惑を報じられたのだが、日本舞踊の先生で18歳年下の A さんとも8年間愛人関係にあったというのだ。 A さんは将来は俺の介護をしてほしいといった文枝さんの発言のほか、裸みたいな、おっぱいを早く見たいよなど、数々のメールや電話の記録をもとに2人の交際を告白。そして新潮は本人と見られる電話の音声も公開した。今何着てんの？今ですか？あ、今ネグリジェですね。はい、ネグリジェ、はい、スケスケのというか、はい、スケスケですね、はい、僕が今度行ったら行っとったるわ新潮記者が直撃した際は、と関係を否定していた。そんな中、新潮の取材に文枝さんが応じ、2時間にわたり弁明したというのだ。正直言って彼女の愛人告白にはとても驚いてるんです。以前は僕の落語を聞いて元気になった、本当にありがとうと言ってくれていた人なんですよ。そしてとても優しい人やと思ったから、年いった時介護頼むわぐらいは彼女に言ったかもしれません。さらに A さんが添い寝をしてくれたり体を揉んでくれたりしたことは認めた上で、セクシーな雰囲気になったか聞かれると、まあそれっぽいこともあったかも分かりません。彼女がネグリジェを買ったからとか、でも肉体関係はなかったんですよ、と改めて不倫関係を否定したという。一方 A さんにこの話を伝えると呆れた様子でこれを否定し、具体的なエピソードを披露。文枝さんは階段を上りながら洋服を一枚一枚脱いでいくのです。2階に着いた時は全裸になっており、脱ぎ散らかした服を指して、ミステリアスな感じがして面白いやろとふざけて見せたものです。さらに週刊新潮は本人と見られる新たな電話音声を公開。しかし、あ、年齢制限がかかってますね。第14位、18禁の音声を早速聞いたところ、さすがにサンジャポでも放送を自粛。2016年のリオデジャネイロオリンピックで羽田卓也選手が日本人として初のメダルを獲得。一躍人気が詰まったカヌー競技で前代未聞の不祥事。東京オリンピックの出場候補選手が別の選手のドリンクに禁止薬物を混入。ライバルを陥れようとした。空前の激辛ブームの中、辛いものをどれだけ食べられるのかをアピールしまくる辛カツ女子が急増中。そして有吉との意外な関係が、有吉さんに顎を吸われたり。今日はここからね。しおりという小さな紙が好きだった。しおりがあればずっと本を読んでもらえるような気がして、しおりはいつしか手紙のようになって。嘘、20年前のしおりまだ使ってるんだ。お父さん、27年間ありがとうございました。これからもずっとずっと言葉と生きていく政教新聞。ホテルアイフルでは今日もお部屋に忘れ物です。何の布？結構大きいんですよ、ほら。なんか格好変わったけど、あ、これ早回りマジックの道具じゃん。もう一回やってみよう。なんで早いし、いい。アイフルは最短30分審査、即日カード発行。いや、さすがに早すぎでしょ。いや、ちょっと変わってます。どこが？分かってる、アイフル。今日は新しいお友達を紹介します。転校生の永瀬くんです。お、
永瀬です。10歳、サソリ座。大人っぽいね。好きな言葉は男らしく。夢は戸建てを持つことです。よろしく。